広場では武器使ったらあかんのに。誰やここにインクつけたんは。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回使っていく武器は落ち葉シューターなんですが、皆さんに見ていただきたいのはサブのトーピードなんですよ。このトーピードを使ってですね、敵の人に嫌われる方法、これをしたらめちゃくちゃ嫌われるぞと、仲のいい人にやってもフレンド切られるぞ、フレンドいなくなる、ぼっち作戦というね方法を皆さんに教えていただきたいと思います。なあ噛んでますなガッチャンガッチャンやん。いうことでね、ギア構成はまあサブ性能アップ 1.3 と、これねトーピードの飛距離が伸びるんで、まあ、つけてきたって感じですね。ほんで服と靴はサブイング効率アップ 1.3、1.3、2.6、 これはサブいっぱい投げれるように。まあこのギア構成見てトーピード言うたら何するかわかるでしょ。そうなんですよ、トーピードをひたすら投げまくる。はい、こうトーピード投げます、爆発して安心したと思ったらまた飛んでくるみたいなね、もうやばいですよ、ほんま無限トーピードラッシュ見てもらったでしょ、今のだけでもね、もうバン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 行くでしょ、風船も激切れですよ。もうこの作戦でいきたいと思う。なんでねトーピードかというと、いろんなサブがあるんですけど、僕が一番ねポン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 飛んできてね、うわーこれはちょっと厳しいな、厳しい戦いやなと思うのがね、多分おそらくトーピードがナンバーワンやと思う。なんかそんなイメージ。もうちょっと全スペシャル食らってみないとね、連続サブ投げ食らってみないとはっきりわからないですけど、トーピードのイメージがすごい強いんですよ。なんでね今回はね、皆さんトーピードいっぱい投げたらフレンドが100人おったのが1日でフレンドが0人になるよっていうのを伝えたかっただけ、シンプルでしょということでね、トーピード投げまくっていきたいと思います。でね、またねそのサブ使われたらね、サブラッシュ来たらどれが嫌かっていうランキング動画作ろうと思うからさ、それはまあ次回のお楽しみということでね、今回はトーピードを使ってね、敵の人のメンタルを豆腐並みにねくちゃくちゃにしてね、ポン酢かけてネギ振って生姜かけて食べたろと思います。はい、1試合目はねアロワのモールで嫌がらせ作戦をしていきましょう。もう敵の人はねもう震えて眠ることになるであろうということでさ、いきましょうか、まあ、投げるだけは簡単な作業なんですよ。ほんでワンチャンね足場奪ったりしてキルできるかもしれんし、サポートキルもできるかもしれんからね、ほら自分にナイスしたらみんなもね、みんなにナイスが返ってくるという、まあ、元気玉みたいなもんよ。ナイス玉もね元気玉みたいなもんやしね、こうナイス玉がなくてもねこういっぱいやればいいんですよ。はい、もうこれもうバケツの人最悪ですよ。特にねダイナモとかね足場がね大事な人はね、これされたらねもう息ついですよ。インカーマンをバンバン取れますからね。はいはいはい、弱ってます弱ってます。ほんでこうちゃんと適度に塗りつつ、ちゃんとね塗ることもしないと、やっぱりそれはねやっぱ永遠こうやってたらもうただのねほんま9番ボムでやられるやんってなりますからね。危な危なかったですね。あ、ちょバケツの人ここまで来てるやんいうことでね、まあ、僕のトーピードいっぱい投げてね、トーピードだよってできてると思うんですけど、トーピードが無理になってますね。ナイス読み方でありがとうございます。はい、トーピードいっぱいあげましょう。さあトーピードやばピードでしょ。トーピードいっぱいあげる、ほんまめっちゃトーピードあげる、トーピードほんまトーピードばっかりあげると思う。トーピードほらトーピードいいっしょ、トーピードいいっしょ、トーピード欲しかったんでしょ、トーピード欲しかったんでしょチューンって投げてね。ただね打ち落とされたらね悲しい気持ちになるんで、そこは皆さん気をつけてくださいね。よしよし、あーナイス読み方でしょ。トーピードにちょっとでも気を取られてる間にとどめのバーストストリームをね、ブルーアイズホワイトキャップを出せるっていうこともできるかもしれません。あ、いいねいいねいいね。ほんでバブルランチャー、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 なんか後ろにいましたね。危なよっしゃー自分ナイスと、こういうこともできますからね。で見えない敵にはこのトーピードをプレゼントすると、いやいいプレイできてるいいプレイじゃないですけどねまあなんとなく戦えてるかな。はいロックオンと追いかけんのがいいですよね。でそこにおるなんか射程長い人おるの誰かな、なんか射程長い人いますよね。あ黒ガロンか、あそっちに結構おるな。これはちょっと味方の人を援護したった方がよろしいんじゃないかな。これ降りてくるか降りてくるか降りてくる、バケツの人気づいてない気づいてない、オーケー気づいてないです。でトビドを投げられんかった、やられた僕のトーピードがことごとくトーピードヤバピードになってますけどね。いやいいダメージ与えられてる思うやん、これなかなかいい感じやます。トーピードほんまに人生で一番投げてんちゃうかってぐらい、しかもね地味ね濡れるんですね、爆発した後のポンっていうのでね、それがまたミソですよ。でトーピードだけ投げといてちゃんとインク回復して、でこれピュッて 見るんですよ。クロガロンがやばいですからね。あ撃ち落とされてる、撃ち落とされてもいいんですよ。こうめげんかったらいい、やっぱりね諦めた試合終了っていう言葉があるでしょ、めげなかったらいいんですよ。ほらトーピードいってます、トーピードいってます、トーピードいってます、トーピード選手いっております
でちゃんと塗るとこも塗って、でトーピードにあるところで黒ガランの高低差にも気をつけると、あそこにいますね。これちょっと味方の人援護したいか、でもちょっとやばいな、これやばいな、これバブルランチャー、バブルランチャー行こうか、バブルランチャー行こうか、でトーピードのバブルランチャー、いやー無理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 、おやばいやばい、追ってたぞこれ、んイカスフィア、おイカスフィアおるぞ、これトーピードで、ああ追って、ああ何して水ね、イケポチャやんいうことでね、まあイカ初心者入門の水に落ちたらあかんっていうのをめちゃくちゃしてしまいましたね。でまあトーピードでね、あのトーピード野郎なんやねん、あれ妖怪トーピードおじさんやんけってなったと思うわ。うん、まあね、武器のねエイムはおじいちゃんちゃうかったけど、トーピードのエイムはおじいちゃんだかもしれませんね。まあ、濡れてほらこんだけ847って濡れるでしょ、トーピード投げるときは投げまくって塗るとか塗ったらね、ぬり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 トーピードができるっていう面白い作戦なんですよ。はい、2試合目はねスメーシーワールドでね、スメーシーを握る代わりにねトーピードをね投げていきたい。まあ、お寿司とさこのトーピードってあのお醤油ねペンペンペンってやるね醤油サッシーって似てるんでね、まあなんかいいステージとサブの相性やなっていうことが言いたかったわけ、自分にないですね。自分のやつ言いたいだけやみたいなね、それはもう皆さん分かってるご存知の通りです。ということでさあ飛距離アップしますが、トドくんちゃんもさあ行ったったらいいんですよ、これもう誰もおらんけどね、これもシューンってクリアリングもできますから、なんか射程長ない射程長ない射程長ない、とりあえずバブルランチャーにこうやって潜んでですね、バブルランチャー自分にナイス。バブルランチャーやっぱめっちゃ強いですね、こんな便利なあれあったんかっていうぐらい、上おるんかこれバブルランチャー、あおらんな、あんま調子乗ってたらやられるんでね、そうそうね家帰りましょう、やっぱりやれやんか、5時までにはね、夕方の5時までには帰らなあかんみたいなさ都市伝説ありますやん、ないけどね。ないけどやっぱ平和のためにね、やっぱ危ない危ないもん、やっぱり危ないから帰るとこか帰らないと、これインコ溺れてる時のこのトービットとか嫌と思う僕ほんまに、でイカスフィアをこうやってこれでね潰すわけなんで、キャー無理やん。ナイスの読み方です。ありがとうございますと。もうギアがシンプルでいいですね。もう完璧にね、今バブルランチャーでね、うわ、バブルランチャー親父や、みたいな。シャボン玉おじさんになれる思ったけどね。ほんまにシュッてかいくぐられましたね。でもあれ、アイシールド21ちゃうかな。アイシールドシャボン玉みたいなね。噛んでますけどね、ほんまに。シャボン玉って何やねん。サボテンが玉になった時みたいな、あトーピードプレゼントするわ、トーピードな、うん、トーピードパープトーピードほらほらほら打つことによってね、トーピードを落とすためにねインクを使うんですよ、でねインクがねなくなっていくんですよ、それで、ね、敵のね選手はね今ねすり減っていってると思う、ほんまにいやーないぞほら今トーピードに確実に目いってて後ろの攻撃食らったでしょ、味方の人これなんですよ、これねこれができるわけ、ほんでこれパン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 やったったらいいんですよ、おいトーピード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 輸出戦隊チャプレスはね、まあ、僕トーピード2本代表やと思ってます、マルチでしっかり避けて避けて避けて、なんかそこにバリアブルローラーおらんかった、バリアブルローラーこんにちはおらんかった、バリアブルローラーこんにちは、あよっしゃートーピードオッケー、これねバリアブルローラーこんにちはね、でこれトーピード爆発させてスーパーチャップ食わないよ、なんだかこっちこれあるから無理やった全然な、インコおじいちゃんやな、なに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 9番ボムやないかーいみたいな、ルネサンスというね、ヒゲ男爵様に感謝を捧げながらね、自分ナイスしていきましょう、いい感じやんね、トーピード投げまくってるっしょ、めっちゃ投げまくってるっしょ、でもね濡れるんですよ落ち葉シューターはね、その良さもね僕は皆さんにね味わっていただきたい、はいトーピード逃げる逃げる逃げる、オッケーオッケーオッケー、これでいいんですよ、牽制になるからね、ほんまに牽制なんですよ、牽制牽制やん、牽制って言ったらちょっとかっこいい感じしますやん、なんか剣の達人牽制みたいなね感じちゃうやんみたいなとこあるやん、そこ斧知ってて、僕斧知ってて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 、あうまい、スプラマニューバーベチューに負けベチューいうことでちゃんとやられたしね、そこやでーっていうのをアピールしててですね、これトーピードでやっぱリベンジ取らなあかん、味方の人一緒に頑張ろう、一緒に一緒に落ちたらチューンってほらトーピードがね丸まってる時も結構ね可愛い感じの見た目になるんでしょ、あートーピード当たったけど時間制限いっぱいでしたね。まあこれがねすごい恐ろしい戦法なんですよ、トーピードいっぱい投げまくって、いや誰やねんあのトーピードおじさんって思わせる、そこをいかに思わせるかなんですよ、キル取るのはね、まあキル取れたらめっちゃいいんですけど、キル取ることがね一番大事じゃないんですよ、うわまたトーピード、それ思わすことが大事なんですよ、2試合とも負けてますけどね、確実にこれあれじゃん、恨み勝って敵の人の戦闘力上がってんじゃん。
戦闘力100倍やんということでね、スケジュールが更新されたんで終わりましょう。まあ、サブね、何でもいいからとりあえずいっぱい投げたらね、敵の精神をえぐれるっていうことをね、分かっていただけたら、まあ使い方にもよりますけど、新たな戦法というか打開策が見えるんではないでしょうか。ということで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。やばやんけ。あ、おらおらおら、もうバブルランチャー、バブルランチャー、バブルランチャー、なんか後ろにいましたね。危な。よっしゃー、ジュニアイズ。降りてくるか、降りてくるか、降りてくるか、バケツって気づいてない、気づいてない。オッケー、ジュニアイズ。で、トビドを投げられんかった、やられた。で、トビドのバブルランチャー、いやー、無理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 。無理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 。おいかすぎはおると、これトーピードで、あ、おせ、あ、バブルランチャー、自分にナイス。いかすぎはをこうやってこれで、ね、潰すわけなんです。キャー、無理やん。トーピード、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 トーピード。バリアブルローラー、こんにちは、おらんかった。バリアブルローラー、こんにちは。あ、よっしゃー、トーピード。スーパーチャップ食わないよ、なんだかこっち、これあるから。無理やった、全然な。インコじいちゃんやな。なに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 、そこオンの知ってて、僕オンの知ってて、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 オンの知ってて。